はい、どさあ今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube そろばんチャンネルでは皆様のお声で YouTube 側から CM 広告をつけてもらっております。たまた金額はですね、仮想通貨の方に変えております。現状、イーサリアム、リップル、あとはサンドの方に交換しております。なぜ仮想通貨に交換していくかというと、ですね、このようなメタバースプラットフォーム、クラスターで今年、 決算代行を開いてみたいなと。で、賞金に仮想通貨、えー、商品に NFT なんかを出していきたいなというふうに思っておりますので、交換しております。ストロバン学習の先生もですね、えー、Web3 なんて言われますけどね、あのー、 最初のブロックチェーン技術、えー、そういうものに加害に挑戦する先生がいてもいいんじゃないかなというふうに思っております、えー、ぜひそういうような考えにですね賛同していただける方はチャンネル登録よろしくお願いしますはいありがとうございます今日のテーマですね、えー、やっていきたいと思います、えー、今日のテーマはですねちょっと衝撃的なニュースというかまあ、えー、前々から言われてきましたんでねそんなにあのまあそれはそうだよなというかやっぱりなというところですよね、えー、小中学生10年で100万人減少このピン どう切り抜けるかというお話をしていきたいと思います、えー、共同通信者さん、えー、小中学生10年で100万人減少と346自治体は30%減少ということですね、えー、少子化の影響で小中学校に通う児童生徒が大幅に減っていると2020年は全国で956万人2010年より2010年と比較すると10年間で100万人近く減少しているんだと。 えー、非常に、まあ、厳しい、えー、ところですよねで、小中学校は20年に2万9793校と、10年間でこちらは、えー、約3000校減っていると、えー、いうことになります、えーまあ、当然、あのー、人口減少の話はです、ね、この動画でも何回も、あのー、お話ししておりますし。 えー、当然、ニュース、えー、なんかでも出てますからね、えー、今更取り上げるところではないとは思うんですけども、えー、この、えー、状況、ピンチ、要は市場が、えー、自然に縮小してるわけなんですよね、そろばん業界に身を置く人間としては、ほ、えーまあ、他の競争も激しくな,なりますし、自動的に。 で、マーケットが縮小してると。で、その中でどうやってそろばん教室として生き残りを図るかというところの、まあ、ゴリ先生のなり、えー、の考えを今回は,は話していきたいと思います。で、各先生の得意分野や考え方がありますんで、えー、それぞれの教室でこの生き残り方って違うと思います。戦略は当然。えー、一つ考えられるのは、 えー、そろばん学習以外のもので収入を上げていくと。えー、例えば、うちなんかがそのパターンですよね。えー、英語教室、奥さんに英語教室をやってもらう。えー、で、自分で数学算数検定コース。えー、あとはプログラミングなんかをつけていくと。要はそろばん以外での売り上げも立てていくという流れですよね。えー、このパターン。あとはですね、逆に特化していくと。えー、そろばんのみに、えー、特化していく。まさにランチェスターですよね。えー、 ソロ専門にして、えー、一点突破を図っていくという考え方、いろんな考え方があると思います。で、あとは、逆に、地方の教室なんかは、逆にオンライン、オンラインでマーケットを広げるという手もありますよね。あの、いろんな形で考えていくのがいいと思うんですけども、まあ、それぞれ人に、 それぞれの先生に合った戦略、えー、やり方、えー、というのが絶対的にベストだと思います。例えば誰かに勧められたから、えー、プログラミングをやるとかじゃなくてですね、えー、プログラミング誰かに勧めてやってもですね、自分が得意じゃないと行き詰まります。必ず。プログラミング学習ってゴリ先生もやってますけど、必ず行き詰まります。えー、こうやって例えば、 それぞれの時代の背景で、ですねじゃあ Web3、メタバースだと言われ、もう時代の流れが早いんで、ですねじゃあそちらの方に一気に動かなければいけないんですよね、えー、カリキュラムを提供されてて、それ通りに、えー、プログラミング学習というのは、ちょっとなかなかしんどいかなというような気がしないでもないです、えー、あとは、ですねそろばん以外のもので売り上げを立っていく、えー、ゴリ先生はこれが実はベストだと思ってます、ゴリ先生の場合はですね。 あので各教室の先生たちもです、ね、当然、えー、お一人でやられてるところもあれば、ね他の先生たちを雇われてる教室もあると思うんですね、ここでやっぱり組織力ですよね、えー、せっかく人員がいるわけですから、えー、それぞれの得意分野で、えー、売上げ拡大を図っていくっていうのを、これは非常に、えー、一つ大きな手な,手なのかなというふうに思っております。 まあ、そうですね、まあ、状況的には厳しいのは当然厳しいんです、状況的には当然厳しいは厳しいんで、えー、いろいろと皆さん、あの策は考えられると思いますけど、五里先生はひとまず、えー、そうですね、まずは、えー、売り上げ、えー、収入、例えばそろばん。 とえー、英語、さらに数学、さらにプログラミング、えー、いろんなところからこう収入を何箇所かから増やすというような戦略で、えー、乗り切っていこうかなと。まあ逆に、まあえー、規模はここからはそんなに拡大はしないですよね。えー、実は2教室目、妖刀教室出してますけど、えー、非常に あのーまあ、佐藤カメラさんのいろんな協力とかもあってです、ねえー、ほとんどこう経費をかけずに教室を展開できるっていう今、状況になっております、あのー。もし拡大していくんであれば、えー、今までそういうような形がいいと思います、いろんなところと交渉してですね。 えー、テナント的な動き、えー、お互いにメリットを、えー、享受しながら、ですね、えー、なるべくそろばん教室の経費も下げていくという考えをしていかないと、ちょっときついと思うんですよね、あのー。今までみたいに普通に家賃契約をして、ですね、テナントに教室を入れて、えー、電気、ガス、水道を払いながら家賃も払ってというのは、ですね、なかなかちょっと厳しいんじゃないかなというふうに考えております。 で、えー、オンライン学習に関しては、ですねまあ、えー、我らが一度、えー、もやっておりますしね、でベネスタンの参入なんかもありますしね、あの、まあのまそこらへんは、えー、巨大企業にやってもらおうかなという気がしております、ゴリ先生はですね。はいであとは、えー、こういうような形でですね YouTube でそれぞれキャラを立てていく、えー、というのも、多分必要になってくるんじゃないかなというふうに考えております。まあななかなかあの これが解消されるというのは、ですね、えー、目先、ちょっと、えー、厳しい見方になると思いますので、あのー、いろいろとこう策を練りながら、そろばん学習の文化というのは、ですねまあ、当然、その文化は消えることはないと思いますけどね。ただ、えー、全体でな大きな、えー 木を見て森を見ずっていうあのー、株式相場の格言があるんですけど、銘柄ばかり見て、えー、日経平均とか世界のその株式の市場、大きな動きを見てないと、えー、やられますよと、いくらいい、えー、銘柄でもですね日経平均が1000円とか下がるんであれば、それは暴落するんですね、あのー、そういうことをちょっと肝に銘じながらですね、えー、いろいろと。あのー 考えながら動いていきたいなというふうに思っておりますまたぜひですね、あの何かあれば、えー、ソロマンの先生たち、ぜひぜひあのコメントを入れといてもらえればですね、えー、また勉強させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ Zoom を利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください